はい、はい、はい、ということでですね、皆さん、ご視聴ありがとうございました。まあなんか今日はグダグダと喋りが中心で、もう少しマエストロ西村さんをフューチャリングして、番組やりたかったんですけれども、まあちょっと私もね、西村さんとの、ニコ生のまあちょっとリハビリが必要かなと。まだまだこの昔のような縦板に水のような流れるようなこのコミュニケーションというかコラボレーションがまだまだちょっとできてないと思いましたので、次回ですね、また沼に関しては結構頑張ったかなと今日は、ですがやっぱ沼もまだですね、まだ深く演奏しきれてないと、まあ、もう少し修行してですね、次回の配信ではですね、沼の違った要素が出せればなと思っております。男女暗記はいたしました。本日は85-15というですね、最近では比較的女性の比率が高いということであります。それではまたこのニューファンタジールーム、もうこの時間になりますとビルで仕事してる人はほとんどいませんので、いくら音出しても大丈夫ということなんで、将来はここにドラムとかベースとか入れてセッションやっちゃおうかなと、そんなことまで考えております。その時のベースはご存知ですね、あの方をお呼びしたいと思います。それでは、長い間ご清聴ありがとうございました。また、このニューファンタジールームでこのマエストロ西村安心安定の配信をお楽しみください。さようなら。Bye.